一つの能力だけしか鍛えられません。芝居高校野球部極み高校、本日もやっていきましょう。天才すぎ総局まで残り3戦。はい、あとね3つでね全国制覇なんですけど、前回の極み高校はですね2試合やってるうちの1個は県立の野球、そしてもう1個はねボロ勝ちという結果でございました。石川がね今後ね甲子園ずっと優勝しまくったら石川マジで化ける投手になります。高橋越えあるよ。甲子園大会準々決勝、相手の鎌倉は神奈川県の高校、前評判が A。 平成もいそうですね神奈川県。あれでも顔的にはあんまりなさそう。一番前にいた人ピッチャーかな、眼力やばかったんですけど近藤君。あの人確かにさいろんなサブポジできますけどさピッチャーはできなかったよ。ピッチャーそうそう、ピッチャーの近藤さん。あ、そっちか。うん、今 WBC ブームだから。相手の投手普通の近藤くん140キロ、遅いですね。 CA のスライダースクリュースプリットフィンガードファストボール。なんかお前眉毛染めちゃって地毛です。地毛です。かっこつけたお前染め直せっていう先生いませんでした。あ、藤平、これ横浜高校の藤平ですね。転生プロ。相手まあ強そうなんでね見ていきましょうか。まあうちの高校よりも一回りぐらいはね強いですけど、バランスが良くてね勝てたら苦労しませんからね。基礎捨てで勝てると思うんじゃねえぞお前ら。大城じゃん。秋山もか。転生多いですねやっぱり。秋山もそうですね。さあこちらは森本くんが注目選手でございます。ミート極みホームランがあと1本で10本に乗る3年生。それだ、現在覚醒中です。うわっジャパンメイ、ワントツや森本が広角打法をうまく使えるようになっている。本当にミート指示しかしないのにね、甘い球は自動的に強振にしてくれる。強すぎるぜ森本。なんか一気にねタガが外れたかのように強くなりました。何かがあったんでしょうね、きらめいた。ニーノくん頑張っております。いやニーノは本当打たれないな。本当ニーノは一個上にね天才がいなければね。あのナックルボーラーちょっと今思えば石川多分、石川に負けるね。安定度では歴代最強クラスです新野くん。さあ森本、あ今回は流し打ちさんなんで二と打ち行きましょう。センター返し、センター返しで流し打ち、ドーンとカットしていきます。アウトコース低め得意なコース、アウトコース攻めしていきますね森本に対して。強気な姿勢なのかそれとも何も考えてないのか。なるほどね、ターンを詰まっていく。2勝だったもん、ね、動きめちゃめちゃいいっすねんな。これで2アウト。うん、2の強いな。はい、2の強っ。エラー2誰ですか。エラー2、エラー阿部送球がいいなんですよね。ああそうなんだ。そして遠藤が送球 D。 二遊間しっかりせい。ただ今日も京都で2のくんはヒット1本しか打たれてないというね。いや素晴らしい。これいつかノーヒットノーランあと2試合のうちにやるんじゃねえの。甲子園決勝ノーヒットノーランやな。投げました。いや強い、森本ナイス。森本いい子ですね。暴れん坊杉くんはどこ行った。お、打った、ホームラン。暴れん坊杉、サブポチキヤミ森岡、究極の思考を使いまーしょう。送りバント4点差でね、4点差でお前ダメやなそりゃ。森岡のどっちだっけお前。森岡の評価がまた下がりました。遠藤流し打ちでねしっかりとね打てるようになってきてます。真面目ですからね遠藤は。第3球を投げました。いよいよ流し打ちだからね、インコースは振んなくてよし。アウトコース攻め出すぞ相手は。よいしょ、打ちました、よし、抜けろ。おう、あー一番最悪。しょうがないしょうがない。チェンジ中盤まで三振三振アウト。自分でツーベース。新野くんマジで打つんです、困ったことに。熱血発動します。ここね総力極みの定石としてはバントなんですが、こいつにバントはさせません。攻撃型1番バッター総力極み井上匠。井上くん、あの総力歴代総力極みにね唾吐いたからね、バントで出るヒットなんてクソみたいなもんだっつってました。打ちました、ナイス進塁だ。バントほぼ前はそれバントバントそれバント失敗。森本究極の思考、センター返しかな。いや流し打ちでしょ、流し打ち、うん、センター返した時ね数値大きくてあんなヘボやったり打ちましたからね。お前はやっぱり流し打ち。それやっぱりこうやってロック使わないで打てなかったら文句をねあのコメント欄で言われてしまいますけど、まあ、どこでも打てなかったからね1個前はねこれで4打てばね、これで打ったらね、まあ、正しき選択、素晴らしい采配。数字だけ選んでてね栄冠ね優勝できるんだったら誰でもできますよ。見せてくれ森本、俺たちが正しいことを。第5球
投げた。やっぱ数字の世界だよな。森本。栄冠ないは数字の世界だよ。第9投げました。おう矢口惜しいけど結局点取れんかった。ノーアウト二塁、采配ミスです。三振ファーボール。ここでワンアウト一塁。いやーやっと守備機会か。本当に新野くんさ守備機会がなくてポンポン試合が進んじゃうんだよね。梶川の竜すごく励ましに行きます。みんな聞いてくれ、俺はキャプテンだけどキャプテンらしいことがしてないと思います。なんつった全然聞こえなかった。俺はキャプテンだけどお前しか聞こえなかった。熱くなりすぎ。俺はキャプテンだけどキャプテンらしいことしないと思います。もう出なくなっちゃったからね。魔物としても宮本の方が持ってんだもん。だってそっか、100発100中だもんあいつ。第2球投げました。いやフォークの落数。第3球俺も遊びでフォークボール投げてましたけどあんな落ちることはなかったです。どうやって落ちるんでしょう。次が4球目フォークボールって、おーこれはいいバッティング。わおやられた。強打か。あーやられたね。これはゲッツーでしょ。ここはもうニーノのプライドにかけてね、うん、1点も上げない。ここはむしろ上げた瞬間になんか崩れそう。第2球投げました。いやいいところ、臭いところ、ナイスピッチング。相手のまとめも打率いいっすね。4割投げた。やったよ、もうゴミキャッチャーが取れない。キャッチャーマジいらねー。打てない、取れない、守れない。いけいけ、ガンコちゃん。あまりガンコちゃんの歌を知ってる人いないと思うんだよね。取りました。あーあーひどいな。これはキャッチャーのファンブルということで自責点に入るのか。ファンブルか、こいつのエラーか。ひどいな。本当に宇田が取れないキャッチャーだったって話だったね。そうだ、これはキャッチャーミットの手入れしてないな。投げたピッチャーやばい。いや大丈夫、取り合ってポイ。スリーアウトチェンジ。まあ自責点はゼロだと思います。これね宇田くんがね尻拭いしてほしいですね。まずは阿部から見ようか。次の出番がなかったな、残念ながら。相手のキャッチャー送球いい、肩にいけるでしょう。ゴーよいしょ、すぎナイス、ヘイサイすぎナイスナイス。この阿部が見てるときに打つんですよ。これ打ったら4割ですよ。阿部くんいきましょう。アベレージヒッターの阿部、阿部センター返しでホームランも打てます。うわっドカーン。お前何回打てんねー。こいつホームラン率めちゃくちゃ高いんですけど。高いねマジで。本当にこすぞ、あの一番今打ってる中のやつは。何本目だ。見てる時だけ打ってるからな。どうだろう、あんまり打ってないかも。杉井も強いになったし。あらら、あらららら。ワンアウト一塁ありがたい。1年生とうとう通りよ、通りよですね。お前ら3人でグループで打っていく感じだな。ナイス盗塁。盗塁の強い佐藤。エンドはどういうやつだろう。エンドは真面目ですね。真面目か。それ魔物使いたい場面です。宮本くんお願いします。あれ珍しい、持ってない。今日はあの勝ってるからか。カジカの竜持っててください。あはい、しょうがないんで浅い打ちます。弾道極み浅い、かなり打率がいいです。すごい逆風でしたけど。うわよいしょ、いやすごい逆風なんだよ。あー残念、風がなかったら入ってた。いや浅いマジで期待の3年2年生だな。秋からマジ主軸だ。仕事してくれますねちゃんと。あ残念か。いやいいバッチングだけど。落ちろ、落ちろ。いやいい当たり、すごい。さあ頼むぜ。14代目石川越えも参ります。今日もアウトを盗みます。お、ニーノもエースのニーノが教えましたよ、ゴエモンに。ストレート行け。ドン。153キロ速くなってるね。今日も2キロ1キロぐらい上がってほしいですね。甲子園やる前、この甲子園行く前、この大会の前は146キロとかだったんでね。速いですね。第3球を投げました。ウォーフー。パープロック一番球速ね、来てるの難しいからね。そうだね。第4球を投げた、外れた、ボール投げた、打ちました。打たれていく、気持ちいい当たり打たれていく。おっと、ちょうだこれでホームランだったらちょっとやばいぞみたいな風になっちゃう。ピンチを第9石川くん内角攻め持ってんの。持ってないよ。なんか欲しいよね内角攻めとか。内角攻め持ってるさ球速極めマジ強いんだよ。そうだね、バットへし折るんですよ。さあ4球目打った、当たりでー、取ってやって。よーし取った、よく取った今のは。ヌートバーナイス、ナイスヌートバー。第9投げた、見送って。はね、理想はショートゴロに打たせるのが吉。コントロール悪いな。
天才すぎて、体が天才すぎてさ、球速覚えるのが早すぎて自分で制御できてない。次は5球目投げました。あー、入った入った入った。お、あれ、あ、キョウムさんだ。夏三振持ってるのがでかいよね、この子は。スーサイから追い込んでから強いです。おお、振ってくる、秋山さん。投球これから2球目、もう秋山さん、最後の夏じゃないですか。お疲れ様でした。投げました。はい、奪三振発動。眉毛も濃いし、まつ毛も濃いな、この人。お前の顔にそっくりだけどな。お前の顔にそっくりなんだけどな、この人。ああ、そうか、よく言われるのか、秋山さん。お前だって自分の鏡見てみ、眉毛も濃いし、まつ毛も濃いよ。お前にそっくりなんだよ。秋山さんとお前そっくりなんだよ。自分の顔言ってるよ、今。美男子だね、秋山さんって。2345、いいですね。宇田はダメだね。もう何も打てなくなっちゃった。本当に。また2キロ増えた。ぐんぐん上がってるぞ、あいつ。すげえな。あれでも宇田くん、だんだん3になったよ。あ、変わるかもな。変わるかもしれない。使ってやってもいいかもしれない。さあ、本日の動画2試合目は北北海道わらが地元、そこからの甲子園出場校北海大付属。お、強そうなユニフォームね。え、強そうなユニフォーム、新しくできたんですかね。前当たったことあったっけな。あ、天性顔してる人いる。誰だろう。総合戦力 A。 あら、強いわよこれ。でも二の沿いちゃうもんね。そしてチャンス、今日は阿部です、注目選手。古木154キロの DA、 伸び A、 シュートスクリュー、チェンジアップ。わ、本当だね、伸び A は強いわ。クイックもあるし。正宏君、根本さん、転生プロ。いいな、なんか俺たちが北海道いる時はこんな転生とかあんま来なかったのに。みんな控えてました、あの高校だけは行っちゃダメ。佐藤真一さん、転生 OB。 強いね。いや、強いな、普通の力。転生もいて、ステータスも強いというね、一番バランスの整ったすごく強い高校が来ましたね、ここで。これをね、真っ向からねじ伏せられることできればね、極み最強ですわ。阿部君、今日は注目選手、アベレージの阿部、阿部、前回の試合ホームラン。ドカンともう一発、ナイスヒット。うわ、守備力、守備力強し。あお、わ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 お。遠藤よくやったな、遠藤森も森岡で返した。ワンアウト一塁、ランナー誰ですか。井上、さすがに走ります。クイック C だろうが、井上だろうが、匠ツーショー、アウトやねえかい。さすがに走れますからの油断。でも総力極みは走らないといけない宿命です。やっぱ初球だけちょっとね、初球見逃せばね、確率上がったりしますからね。第4球を投げた。阿部、阿部はマジ引っ張りもうまいしな。阿部強いぜ、阿部。くっそ、盗塁成功してれば1点取ってたのにな。阿部のチャンス。あ、またフォアボール。デッドボール、フォアボールだ、あいつ今日。チャンス、チャンス、チャンス。いやいや、森岡、遠藤2打数2安打。来ました、ここですよ、宇田。あ、宇田かい。早めに使っちゃいましょう、宇田か。途中交代の可能性が高いです。もう期待してません。降格しちゃったからな。いや、でも弾道上がったから、弾道3になったんで。吹っ飛ばさせてください。俺にワンモアチャンス、3割バッターどうぞ。おいおい、アウトコース1名、森本だったら持ってってるよ。第2球投げた。何を見逃してる。それでゲッツーしちゃったら本当に本当に知るかもしれない。は？いや、マジで黒岩にしときゃよかった。第9投げました。次の試合は黒岩ですね。機械投手、もうベンチ外の黒岩を第2球で、最後胴上げ、もし勝ったらね、胴上げに参加できないっていう宇田。いやいや、次あるか分かんないかなってきたからね、今の三振で。次は5球目、投げました、打ちました、やったね、いいの。いや、もう全ては宇田の元凶でございます。そうだね。とりあえずこれ以上の失点はなしで。阿部ツーアウトか、やった方がいいかな。阿部君いきます。アベレージのセンター返し。いやー、お前マジで強い、お前マジで強い、うまーで、この後の杉がいつもあの黄色マークついちゃうんですよね。ファーボールか四球か。ブルスイングや、杉ブルスイングね、花火打ち上げろ。ああ、見れるのか、これ才能高いから面白いよ。おう、ブルスイングしてくれよ、天才すぎすぎ、天才すぎ。初球空振りから、ナイスセンター返し、あー、そこにいた、警戒されてました。うわー、打線封じられてますね。ピンチ、2アウトかな、2塁、109球、梶川の龍、臭いところに投げ込みます、ジャイロボール。3割7分8厘か、強いな、須藤君。第2球
ただお前ら暑いだろう、北海道からここは。確かにね、熱中症になっちゃうだろう。俺が水分補給は大事に。うだ打てー、何やっとんねん。なんでニーノが打ててお前が打てねえねん。ニーノはダイソーできることはできるなんで、ここで井上ヒット打って一塁上間流し打ちかな。第9投げた、いやー、あげちゃダメだよー。違ったかな今のはな。ここで今回今大会チート級能力、森本正孝今日打ってません、やっぱ見られないと。でも流し打ちで狙え。第9それだ、おお入ってきたか。4割2分2厘ホームラン10本41打点第2球それだ、うなーにゃーにゃー、そー上がった。どうしようかな、センター返しで成績を残してますこの子は。センター返しでもいいと思いますけど、センター返しです。いやーちゃーナイスー、阿部強し、なんかそんな名前じゃなかったあいつ、阿部強し。はい、君はもうフルスイングしかないのです。第9投げました、天才すぎ、お前フルスイングしかいらん、ヒットもいらん。二塁はセーフ、それだ、アウト。おお、まあまあいい打撃だったよ。うまくさばいています。逆転ナイスナイスナイス。逆境も効いたな、阿部くん持ってたな。うお、エラー。阿部くん3連続ツーベースヒットなんですよ。強っ。まあクイック A だったら盗塁もしてこないでしょう。ここいやこれで宇田くん。お、してきた。よいしょー。宇田くんが刺したぞ。宇田くんっていうか今クイック A の力でしょ。ここは走んないか。次はクイックもうなくなってます。あ、そうなんか。うん、投球これから2球目、もううわぁ投げました、あ、ゲッツー、ゲッツー取れるぞ、うわぁ、いい当たり。ショートがね、竹内だったら届いた、届いたことには届いた。その後の送球は知らん、目どうなってんのあれ。逆につけちゃった守備交代します。え、急に竹内入りましょう。守備範囲を考えて、さあここは守備を変えてくるようです。いけ、投球これから4球目、よいしょー、ナイスー。迎えるバッターは第9投げました、レフト取れる取れる取れる、あー森岡くん、いけ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 、あぶねー、ナイスキャッチー、危なかったー。ここ活躍するたびにプロ野球の記憶が蘇ってくる森岡さん今もしかして蘇った、なんかはここは打ったこれ打ったよ。森岡ダイソーでもいいな、でも相手すごい強いんだよな。そうっすね、肩 A か、さすがに無理か。竹内見るか、久々だな竹内見るの。第9、おいおいおい、スローボールスローボール。第4球は打ちます、最悪最悪だなお前守備でマジ活躍しろよお前。今日2回目の、いや石川五右衛門はちょっと今日出番ないですね。ないな、154キロ投げ込みます。第9、いやコントロールよ、構えたとこ行ってる。第3球、危ない危ない危ない、一発でね同点だもんね。そうだよ、次は4球目、下位打線に救われてないんですけど、特有の球見してやれ。5球目、それとご了承、ショート放題、竹内、さあ竹内どうだ、あーナイス、気迫を見せました。これでね悪送球したら本当に活躍しなかったなで終わる。まあそうだね、まあ逆に動画は知ってる男だったけどね。そしたら第9、いや構えたとこに行くの気持ちいい。フルキックも打ってるんですね、打率高いですね。レフチョウ、はい追い込んだよ、打三振10したいけどもう無理だ。第4球を投げた、おお臭い臭い臭いとか投げる、ね、です。さあ5球は5球目投げた、ボール。なぜか1球外した宇田のリード、謎のリードです今のは。第6球を投げました、あストレート外れてフォアボール。宇田のリードのせいですね今のは、全部宇田のせいにされちゃう。宇田は正直本当にダメだね。ゲッツー、ヤクシー悪送球すんなよ竹内、お早い、あ惜しい、竹内いい守備になってるなマジで、仕上がってる。これホームランで逆転だからね。ね、抑えろよお前ら、投げました、9個は4キロギリギリのとこで、おうだうだ、いやもうダメだこいつ、何をしたってダメじゃん。第4球を投げました、打った、あーよかった、おおあぶねーあぶねー、矢口何やっとねー、いや動画映えしてたんで楽しんでもらえたかな。もうほんと宇田はダメだ、残念ながら胴上げに皆さん宇田はいません決勝は宇田は使えません。ひどいね、何がうだうだ言ってんじゃねえ、男は黙って流し打ちだ、恥ずかしくなってきたわそのセリフ。阿部おお強い
矢口が弾道上がるの、わ石川何も上がんないかやっぱり、森岡さん3上がってるの、ちょっと残念だったね、石川くん投げたかったけど、甲子園決勝戦勝ってな総局のチャンスもあるよという、そうだね、相手はあ鯖江東、なんか聞いたことあるな、前評判は B ということで、これに勝てばですね全国制覇の得点総局極み、もう一つね極み切ってるやつにつけられるというものをですね、まあ私たちは杉につけることができますから、最強の天才が生まれるかどうかはこの試合で決まります、頑張っていきましょう。